ついにこの時が来た。熱血やベースボール最終回。普通にしよう。そして変化球と気合玉一切使用不能。これだ。たどり着いたぞ。最も熱血ベースボールを楽しむための戦略。いい加減にしろ。打率8割5分。試合終わんねえじゃないか、そんな言ってたら。5回コールドになるまで50点ぐらい取るぞ、それ。よし、当たり前だが装備なしだっていけ。そして俺ら素で装備なしという。ただエロ本と薬品だけを引き当ててきた。本当は装備が出るんだから、ね、クリート。危ない。これがポテトとコーラで作り上げた肉体なのか。体重差が違いすぎる。全米は いや、とんでもねえ打ち合いになるぞ。なおこちらで打てるのは国吉しかいないもよ。まあ一応立花みたいな。音楽からしてやべえな。でも大丈夫、まずワンアウト。ワンアウトが重すぎるだろ。打つな、もう打つな。くそー、フェンスを突き破って生きかねない頃だったな。もう遠いの思ったよ。よし、これ間に合うぞ多分。新田の方を信じろ。何、タッチのボタン間違えたかな。外角超低めにするわ。いや、あえて高めの方がいいのかな、このぐらいの方が。さすがに打たないか。内角超高め。お、打つんじゃない。あ、打った打った、全然打つわ。いや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 。勝ち目ねえわこんなの。100万点ぐらい取られるぞ本当に。マジでこいつら8割。いや、肩弱にいった。いやいや、何やってる。戻れよ、応答で。わかるだろ、言わなくても。戻る、戻らなきゃいけないって。オーバー。おお、さすが国は。この物語の主人公だけあるな。全てを解放していくぞ、お前容赦せん。キュン。よし、きちんとドライブしてくれる。これが手前で落ちてくれる。よし、さあついに解禁、封印が解かれる。見ろ今ピッチャーぶるってる。なぜなら国男のこの爆熱だ。打てば 100% ホームランという。なあ、もう当たりバカ。打たなきゃの話だ、それは。打てばの話さ。いい加減にしろ、くそったれが。こいつ狙うぞ。燃やしてやる、こいつに。ゆえもうやばい。こいつの家に向かって爆熱が打ち込んでやりたいから。いや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 、国尾で打てなかったのも勝ち目ねえぞ本当に。もう2点取られてんだから。なぜなら押せんだよ球が。フルスイングもこれ意味あんのかな。全然意味を感じねえよ。てか爆熱だ、3回使ってもリセットしたレベルだよ本当に。初回2点取られて
あ、そこそこ伸びてる。あこんな試合をセッティングすんな。大体なんで全国大会に全部が出てきてる。晒し上げじゃねえか熱血高校。何を考えてるんだ校長は。こっちはただの高校な高校の1チームなのに、おかしいだろそこが。こっちも全日本にしろよ。なんで敵だけ全米なんだ。日本の弱小高校対全米っておかしいだろ。どう考えても打つな。これいいんじゃない。別にストレートだからこれでいいだろ。俺はシュート使ってねえから打って。これでいいんだよ。真っ向から勝負することはなかったんだけどさ、どうせ打つだろお前。これ人参だ。フラッシュフラッシュ、かっこいい名前だなこいつ。顔もフラッシュって顔してたから。金髪で色白っていうだけなんだな。フラッシュライアーめっちゃ目が綺麗だったみたいだな。危ねえ、見ろこの目を。ウサギを飼ってるなこの目は。俺には分かるぜ。お前は優しい男だライアン。怖え。こういう男が一見こういう男は何っすか分かんないんだよな。一番怖いタイプだよ。フレライアン、よし指示。なんだ外に投げればよかったのか。若干勝負になりそうな気がしてきた。マジで許さねえこのテュークとかいうやつ。テュークかよ、デュークじゃなくて。しかもなんで防御率こいつ 4割5分。なんでなんでそんな取られた。なんかボール遅いやなこれ。こんなの打てねえって本当に。あれを待とうかな。だってさ、特に爆熱だとかで打つんだったらああいうの待たないとさ、もったいないもんね。まあこいつらいくら打ち損じてもいいけど。お、やった。あ、ちゃんと打力上がってるな、これ。敵が変な装備さえしなければ。上がってる、上がってる。いけるわ。まあ、今回、走塁なしにしよう。なしにしようって、熱血綺麗だからな。俺のある、俺があるなしを決めてるわけじゃない。試合前に規定が組まれているんだ。危ない。いや、入るよ、スタンド。なんなんだよ。入ると思うだろ、今。まあいいや。どうせあいつらごときじゃ電話取れねえわ。テューク。こいつパワーあるだろ ?2 割85分。だって、強打持ってるんだから。外人だし。テクノスの外人への期待。何なの、いつも強い。テクノスの外人は、まあ、外人は強いからな。おい、2打席連続かよクリート。アクシ、観客2人しかいねえし、二人の観客が多重影分身してる。もうこっちの応援団なんて一人しかいねえからな。ただ忍者が一人いるだけ。忍者が分身してるだけで。しかも敵味方ともに同じ忍者っていう。ほら、お、さすが、さすがタッティ。そして3番ゴートと。何もあれ、シュッシュッシュッって。
走れ走れ走れ、走りたいだろ。よしバカ、分かってんだよ、お前らすぐ走りたがる。国尾に喧嘩売る気か。ほら国尾意外と。マッハキックで蹴り殺すぐらいしてくれ、あんなされたんだから。それが国尾だろ。そして日本代表と奈良会赤いっていうか、もう3点も差つけられてんのかよ。止めろよ理事長は。この試合傷つくだろ高校球児が。こいつなんか球が微妙に押せんだよな。キュー君濁点もつけない。この遅いやつ何、もう国尾では絶対この遅いやつに照準合わせるからな俺。無理、もう絶対打てない。これに合わせないともう打てない。あれに合わせよう、絶対あれ来るからってやったらやらねえんだなこいつ。けどあれしかしない、もう狙わないぞ俺。絶対やってくるからあいつ。結構ボール球投げるなこいつ。しかもボールにする審判かこれ。バーン、よーしこれだな。こいつはあれを狙えばいいんだ。ドライブだなのに取られた。ブレット。こいつ4番なの？4番って面じゃねえぞお前。こんな可愛い顔したやつが4番なのか。あかん、ひぃー死ねえよ。霊峰に変わってくれ。どうやって勝つんだこいつらの。勝ち目ねえよ。ここまでいけたんだから病気も治ってるだろう、とっくに。ランス。大人げないやつらだ。たかだか熱血にこんな戦力を割きやがって。うぅお、取れる。フラッシュ。なんでフラッシュはこんな打率が低いんだ。危険なゴロだ。危険じゃねえよ、取れるだろ。なんで吹っ飛ぶこれで。ほとんど勢い死んでたじゃねえかよ。吹っ飛ぶ意味が分かんない。よし投げろ、今走るだろ。よし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 、遅いな。まあ間に合った。追撃を与える。股間を殴る。爆熱で撃っても意味ねえよこんなの。殺してあるこいつ。
あの遅い球狙うからね。殺してやるぞ、テューク。殺してやる。はぁ、なんなん、当たれよ。なんなん、無理だろこれ。いや無理っしょこれ。もう勝てる試合じゃねえよどう考えても。クニオで満塁ホームラン打ってようやく同点だからな。クニオで満塁ホームラン打っちゃいのか。他のやつルイにすら出れねえし、敵はそれぞれホームラン打ってくるします。もう俺の考えた最強日本チームで戦わせてくれよ。1番西村、2番五代、3番リッチ。そんぐらいじゃないと割り合わねえだろこれ。なんで俺こんなチームで戦ってんだ。西村逆コールド食らう。追いつけ追いつけ追いつけ、なんなら後頭部に当てて殺せ。こいつウサギを殺さないような名刺上がって。絶対ストライクゾーンに入れねえからな。入れてやんねえ。絶対に打てない場所にしか投げないぞ俺は。ああそんなことよりも白熱だが当たらないことはショックで。 100% 当たんねえあの技。当てようがねえよ。普通に当たってたのに当たらねえからな。なんなんあれ。こんな当たらない技だったか爆熱だって。知らん。どうせ一人塁に進むだけだ。ホームランよりマシだ。これいけ。振りたいだろお前。どうせ。振れよ。あはん。くそ。うせえんだよ。いやいやいや、まだ走ってんだけど。ふざけんな。帰らせてくれ。ドゥドゥルドゥドゥルじゃねえんだよ。音楽を止めろもん。本当にあるのかよフルスイングでパワーがたまるなんて裏技。そんな裏技あるんだったらもうとっくに勝ってるぞ俺は。もう一回調べてみるか。熱血ベースボール裏技。よしパパ、俺の巻き絵にかかりやがったな。ちょっと調べるわ。熱血ベースボール裏技。書いてねえな。あった。打力アップ、みちこでもホームラン。書いてあった。
バッター打席にいるときピッチャーが投げるまでの間フルスイングをしまくると1回につき2アップする。適度にフルスイングやらなくてかボールを打つと誰でもホームランか。ただし1打席のみなので毎回ホームラン狙うなら毎回やらなくてならない。ピッチャーが投げるまでの間フルスイングをしまくるってどういうこと。1回につきマックス255ってない。やったっつうの。めちゃくちゃどんだけやってきたと思ってんの俺。それは今まで俺の青春だったよ。それはむしろフルスイングこそが俺の青春だった。あ、こういうこと。これだ、見つけた。あー見つけた。そういうことか。2回までできる。よし、これでいける。うおー、いく。俺も全米になれる。セルフ全米いけるぞ。回転の力。もうそこは打てよ。デビュー戦なんだから。またこれでミンチがベンチに、ベンチにミンチが。うわ、まあでも好都合だ。最初打たなくていいだろ。よし、回転の力を、回転の力を見せてやるぜ。打て。まあいいか。これで120か。140、160、180だと回転力が上がり続けている。よし。くそ、ほんの少し足りねえか。危険なライナーになるよそこは。あダメだ。いやもうこれ2ストまでためよう。2ストライクまでためないと話になんねえよ。なんだ、早いよお前。打つのじゃない、投げんの。許さぬぞ全米。もうこれちょっと危ねえから2回にあれしよう。おいー、なんだこのパッとしない感じ。せっかく見つけてさあここからって時に水さすんじゃねえ。 QB ストレート。空気読めお前ら。読めねえか。えって言って終わりだ。打てよ。打つな。変わるんだよ時と場合で。おい吹っ飛ぶなよ。なんで吹っ飛ぶんだこれで。じゃあ吹っ飛べよ俺さっきのパワー貯めたやつで。いやキャッチャーがどこまで走ってんだお前。楽しくなってんじゃねえ。ほら、よし、見切ったぞ。バカがブレット。パン屋でもついだろお前は。さらに追い打ちをかける。喉元をかき切ったぞ。これでもあいつは次の打席には立てない。じゃーん、チャレレレレレ。ドレレレレレ。打て、よし。バカ、バカって書いとけこいつの背中に。そしたら俺がもう、あ、頭がいいこいつ。あぶねえ。あと腹が痛いと見せかけて蒔絵に釣られやがったこいつら、バカが。おい、しかも今審判が吹っ込んだせいだ。腹が痛い。釣られる。よし、危なかった。何がフラッシュだ。名前に罪はなかったな。すまん。親に罪はない。正々堂々と野球でたらこう。許さんぞ奇跡の親を見せるぞここから。赤井の体の力に回転力が、黄色く光ってる赤井が。発光する赤井。一回だけにしとこう。そしてバスターだよ、これだよ。バスターでいいんだ。これが必ず当たる。キン。いや、危険な頃になれよ。なんでだよ。
あれだけ打力上がったのになんで平凡な頃なんだ。あら、いけるかな。いや、いけ、もう伸ばせてよ、もう少し、もう一歩前。ひどいよこれ、ひどいよ。1打席のみな、1打席のみって書いてあったけど、この場合はどうなんの。こいつ、よし、すべて整ったぞ。よし、いやいや、打力上がってねえじゃん全然。バカにしやがって、なんなんだよ、無理じゃねえか。じゃあ、あ、こいつそんなことしなくてもいいか。立ち回らない限ってドライブすりゃいいんだから。いやいや、こいつらで点取れないと無理だから。ドライブ出せるぞ。よし、なんかあれ、ホームランになりそうだぞと思ったけど、ドライブして、いや、しなくていいよ。じゃあそこはしなくていいぞ。じゃあもう国も爆熱なんていらねえんじゃねえの。なんだ爆熱だね、いらねえっつうの。これいいよ、キン、いらねえもん爆熱なんて。当たらないしか、当たらない気しかしねえんだよ。キン、よーし、回転の力を得た国よ、ようやく返したぞ。やっと2点だよ、2人観客。もう日本には国吉しかいない。なお、これが皮切りとなるもよ。日本には国吉しかいないんだ。いや、日本には国男がいる。いやいや、ボテボテやんけ。え、この裏技まで何かやり方間違ってる。ちょっともう一回調べるわ、裏技。勝てねえもんこれじゃん。なんだこの醜いサイトは。ちょっと待って、ダウンタウン熱血別物ボール物語ウィキ、めっちゃ内容充実してるけどキャラクター情報しかねえ。これか、熱血ベースボール物語必殺技辞典。そうじゃねえんだよ、俺は裏技を、裏技が欲しいんだ。うわ、どこにも書いてねえ。ベースボール物語の知られざる裏技です。お、右だ、右投手には普通に打球が飛ぶのに左投手にして、これか、コマンドでバント系を選んで一度構えを見せる。相手投手を振りかぶる前に Y ボタンを押してコマンド画面にする。今度は転がるスイング、ここはノーマルスイングを選んで必殺球以外のボール。本当かよ、って敵、敵たんじゃねえか。
早く終わらせたいぞ。もう十分撃ったろお前ら。俺にも撃たせろ。どれだけ我慢してきたと思ってんだ俺が、こんな撃てない野球を。ただキャッチャーが盗塁を許してくれるのを待つだけのゲームを、どれだけ我慢してきたと思ってる俺が。いかに普通に打たせやがれ。危なクリート、こいつやべるぞ。2打席連続ホームラン打たれてる今のところ。クリートはやべえ。クリートはやべえ。まあいいだろう。俺分かった。これ全部これアウトにできるわ。ホームランにならなければ。俺分かっちまった。こうするだろう。で、あえて投げないで取っておくんだよ。そしてこのタイミングでここだ。見ろ。100% アウトになる。なんだこの野球は。バカね。俺はそんなフェイントには引っかからん。分かってきたぞ、熱血ベースボール。さあ見せてみろ。これが。頼むぞ。なあ。打たせろよ、だから。なあや。ボールだろ、どうせ。なんでだよ。なーに、なんだその後輩系は。認めねえ。いい加減にしろこいつ。普通に三振した。三振じゃねえ、まあ、当たるよ早く。よし、ふざけんな。なんなんだよ。ソース2ちゃんじゃねえかよ。ほんとに2ちゃんに書いてある情報だからな、これ。セーフかよ。ちょっと待って。コマンドで、ね、右投手には普通に打球が飛ぶのに、左投手に対しては飛ばなくなる。バントを選んで一度構えを見せる。相手投手が振りかぶる前に、Y ボタンを押してコマンド画面にする。今度は転がすスイングで、必殺球以外のボールを打つ。ノーマルスイングで打って打ち上がればホームラン危険なラインになる。転がすスイングで打てば危険なゴロになる。嘘つけ。ん？左打者のみか。どういうこと？意味がわからない。ネタをくれ、ネタを。フルスイングで検索するか。全然書いてねえな。まあ、いや、じゃああれやるか。これしかねえかな。これをやるしか俺残されてない道が。ああ、本当だ、行くぞ。これなんだ。よし、からの
なんてだよ。燃えだこのゲーム。いいよもう全米の勝ちで。何もおかしいことはない。決で勝てという方が難しいこんなやつだ。しかもストレートを真ん中に入れるというわけのわからないルールでプレーさせられている。